絶対お正月イベントがまずあるんで、そうですね、福袋的なやつとか、ね、みんな楽しい感じ。確かにそうかも、それもそれで当てたわ、うん、お、何を、誰を、四季が当たったんです。え、セイバーの四季さんでした。エモいんだよな。エモいよね。エモいですよ。俺もあエモと思った。とんでもなくエモい。それでゲットしたのエモくない？え、すごい。エモいんです。あの鈴村さんのサポート欄、だいたいその CV なんですよ。このサポートメンバーエモいなって思いながら、まあ、ご自身とあの、ね、その方の CV なんで、別にでもそれを選んであの作ってるわけじゃないんだけどね、自然と当たっちゃうし、そうだ、ね、育っちゃうっていう、きっとエモかった。ちょっとティッシュ用意してもらって涙が出てくる。今ので泣けるの？泣けますよ。すごい、ね、今画面の前で泣いてる人いっぱい泣いてるめっちゃ泣いてるじゃん、ほんまに。そんなんで泣けんの？泣く、集まるところに集まってくるんですね。そうか、まあまあね、そういうことなんですよ。そうなんや、泣けますね。めっちゃ泣いてるやん。お正月に当てた話だけでいけんの？いけるでも待って、本当に限定召喚だから、四季さん出るのって本当にそのタイミングでしかないから。しかも本当にたくさんいる中で四季さん出ないのは、四季から無理やり来そうよね。あ、そういうことですよね、うん、彼が回したら四季は来るだろう、ね、来るの、来るんですね。そういうもんかい。泣きが勝手にこっち側してます、ね、勝手にしました。ここには多分変にそういう意識はしてないと思うんですけど、すお正月から幸せな気分になりました。本当ですね、素敵な幸せなエピソード、よかったありがとうございます。